皆さん、こんにちは。今日は俳優の真田広之さんについてお話ししていきたいと思います。あの魔性の女と言われた女優との不倫騒動からアメリカでの活躍などいろいろ深掘りしていきますので、最後までお付き合いください。本名下沢広之、生年月日1960年10月12日、出身地東京都品川区大井、身長170センチメートル、血液型 A 型。真田広之さんが芸能界に入ったきっかけは、当時同じマンションに住んでいた俳優の高田浩吉さんの息子さんと一緒に遊んでいた時に芸能関係者にスカウトされたことでした。幼児向けの雑誌モデルなどを経て、5歳の時に劇団ひまわりに所属し、デビュー作は1966年の千葉真一さん主演の映画浪曲子守歌で、その後も子役として活躍したそうです。真田広之さんの芸歴がこんなに長いとは知りませんでした。中学を卒業してからは千葉真一さん主催のジャパンアクションクラブ JAC に入団し、アクションスターとしての英才教育を受けたと言われています。高校入学後は千葉真一さんのアドバイスにより学業に専念するため一旦芸能活動から離れたそうです。その後1978年に映画柳生一族の陰謀のオーディションに通ったことから芸能活動を再開しました。子役時代は本名を新字体で表記した下沢広之の名前で活動していましたが、再デビュー後には真田広之の芸名を名乗るようになったそうです。実はこの芸名の名付け親は千葉真一さんで、千葉真一の真と本名の前田貞穂の田を組み合わせて真田広之になったのだとか。このことからも千葉真一さんがいかに真田広之さんを可愛がっていたかがうかがえます。しかしその後この二人の間に亀裂が入ることになり、絶縁状態になってしまったのです。どうやら真田広之さんがこのギャラではやっていけませんと直訴したところ、ならやめろと突き返し芸名の返却も求めました。真田広之さんはこの要求を拒否し絶縁となってしまったと言われています。その後も活躍した真田広之さんですが、一躍その名を広めたのは1993年に放送されたテレビドラマ高校教師です。真田広之さん演じる高校教師と桜井幸子さん演じる女子高生のドラマで、高校教師と教え子の恋愛や近親相関、教師が生徒をレイプするなど今ではありえないほど衝撃的な内容で話題となり社会現象となりました。また森田童子さんが歌ったドラマの主題歌僕たちの失敗もシングル CD が100万枚に迫る大ヒットを記録したほどです。このドラマから3年前の1990年に真田広之さんは女優の手塚さとみさんと結婚しています。電撃結婚だったようで、当時はワイドショーでも大きく取り上げられてお茶の間を騒がせました。二人のキューピッドとなったのが俳優の時任三郎さんだったそうです。ドラマ不揃いのリンゴたちで手塚さとみさんが時任三郎さんと共演していたことがきっかけとなりました。そして驚きなのが時任三郎さん夫妻、真田広之さんと手塚さとみさん夫妻の2組で合同結婚式を挙げたというのです。どんなに仲がいい友人同士でも合同で結婚式を挙げるなんて珍しいですよね。仲のいい友人夫婦と合同結婚式を挙げて、その後ドラマ高校教師で当たり役となり、誰もが羨むような成功の道を突き進んでいた真田広之さんですが、あるスクープで世間を巻き込む大騒動へと発展してしまったのです。結婚から5年後の1995年に女優の葉月里央奈さんとの不倫が発覚してしまいました。どうやら2人は1995年に映画写楽での共演をきっかけに知り合い、不倫関係へと発展したようです。当時は2人とも人気絶頂期だったので、このスクープはワイドショーをにぎわせました。しかもこの時真田広之さんの妻の手塚さとみさんは第2子妊娠7ヶ月だったのです。妻が妊娠中に不倫というのはそれほど珍しくないパターンですが、
一体なぜこの不倫劇がそれほど大騒動となったのでしょうか。結婚からまだ5年しか経っておらず、妻が妊娠中の不倫となれば、間違いなくバッシングされるのは男性側の方です。しかしこの不倫騒動では、なぜかその矛先が葉月リオナさんに向いてしまいました。なぜなら葉月リオナさんが発したインタビューでの言葉があまりにも強烈で、世間一般の主婦層からも批判的な目で見られてしまったからなのです。それは週刊誌の突撃取材を受けた際に、恋愛相手に奥さんがいても平気です、私が家庭を壊したのではなくて、私が出会った時にはすでに壊れていたと話し、世の奥様たちを敵に回してしまったのです。また週刊誌の対談では、奥さんがいてもいなくても関係ない、今彼と出会ったんだからしょうがない、離婚して出会ったらいいんですか、夫婦がうまくいかないからこうなったと発言をしたのです。しかも葉月リオナさんはこの時真田広之さんの15歳下で、なんと若干20歳でした。若くて美人でしたたかで、まるで不倫が悪いことではないような発言をしたことから、大バッシングを受けることになったのです。このような態度や、若干20歳なのに大人の男性である真田広之さんを骨抜きにしてしまったことから、魔性の女と呼ばれるようになったのでしょう。どうやらこの不倫騒動前から別居はしていたようですが、この報道が決定的となり、1997年に真田広之さんと手塚さとみさんは離婚となりました。しかし真田広之さんの浮気が発覚した時は、男の人の浮気は仕方ないと容認して、離婚するつもりもなく関係修復を望んでいたといいます。実は独身時代の手塚さとみさんも、妻がいる男性と不倫をした過去があったのです。その相手は結婚して間もなかった俳優の佐藤浩市さんで、お子さんもいたようですが、手塚さとみさんとの不倫がきっかけで佐藤浩市さんは離婚したと言われています。この経験からも、手塚さとみさんは真田広之さんの不倫を許していたのかもしれません。手塚さとみさんもまさか自分が同じような目に遭うとは思ってもみなかったでしょう。よく、やったことは自分に返ってくると言いますが、まさに因果応報とはこういうことなのかもしれません。真田広之さんと葉月リオナさんの関係は結局長続きせずに破局してしまいます。家庭を壊した後であっさりと別れてしまうあたりが、魔性の女と呼ばれてしまう理由の一つかもしれませんね。その後1996年には、葉月リオナさんとイチロー選手との熱愛の噂が浮上して世間を驚かせました。真田広之さんとの不倫騒動からわずか1年でイチロー選手との噂も出るとは、さすがとしか言いようがありません。真田広之さんもイチロー選手も彼女の魔性の魅力に惑わされてしまったのでしょうか。一方、真田広之さんの方は、葉月リオナさんとの離婚後、天海祐希さんとの熱愛が噂されました。真田広之さんと天海祐希さんとの出会いは、天海祐希さんが宝塚歌劇団にいた頃からです。入団4年目の天海祐希さんが、ロミオとジュリエットの主役に抜擢されたことがきっかけです。当時を知るワイドショー関係者は、それまで国内外の俳優でロミオを演じた役者はたくさんいましたが、天海祐希さんが最も惚れ込んでお手本にしたのが真田広之さんのロミオだったんです。そんな縁が続いて、1995年末に天海祐希さんが宝塚歌劇団を退団するときには、一時真田広之さんの事務所に入るんじゃないかという話もありましたねと語っています。ロサンゼルスで行われたプレミアイベントで、緊張する天海祐希さんを真田広之さんがエスコートしてくれ、天海祐希さんはとても心強かったそうです。天海祐希さんはロサンゼルスに8日間滞在していたようですが、オフを一緒に過ごしたのはもちろん真田広之さんだったのです。この年、2人は何度も会っているといいます。ロサンゼルスに拠点を置いていた真田広之さんですが、年に3、4回ほど来日しているようで、日本に来た時は日本酒を飲みながら和食を堪能して、天海祐希さんがロサンゼルスに行った時は真田広之さんが現地を案内しデートを重ねているとか、真田広之さんが54歳、天海祐希さんが48歳の時に
女性セブンが2人の熱愛を報じています。この報道に対し真田広之さんの所属事務所も真田広之さんの事務所も古くからの友人であり記事のようなことは全くありませんと交際を否定していました。それから特に進展なく熱愛疑惑は鳴りを潜めましたが、2002年には鈴木京香さんとの熱愛が出ました。真田広之さんと鈴木京香さんの出会いは1994年の映画119。この共演をきっかけに友人としての付き合いが始まったようです。2001年ドラマ非婚家族、2002年の映画助立や助六で再び鈴木京香さんと共演しました。この時鈴木京香さんはかねてより交際が報じられていた堤真一さんと破局しており、一方真田広之さんも手塚さんと離婚していたため互いにフリーという状況。そのため真田広之さんと鈴木京香さんが恋に落ちるのには時間がかからなかったようです。真田広之さんは2003年ハリウッド映画ラストサムライの撮影でアメリカに拠点を移しました。この頃の鈴木京香さんについて芸能関係者は、鈴木京香さんの熱の入れようは尋常ではなく、真田広之さんが活動拠点を米国に移すと2008年、彼女も後を追いかけるように当時の所属事務所を辞めてまで米国に高級マンションを購入しましたと語りました。この時期鈴木京香さんと真田広之さんがロサンゼルスで2人が歩いているところを目撃されたことで熱愛の噂が浮上。しかし鈴木京香さんは真田広之さんとの結婚を意識するようになっていたものの、真田広之さんが結婚に前向きではなかったようで破局を迎えました。不倫騒動から真田広之さんの姿を見る機会がなくなってしまいましたが、実はアメリカで俳優として大活躍をしているのをご存知ですか？2003年に映画ラストサムライの出演を機に真田広之さんは活動拠点をアメリカに移しました。この作品に出演したことによって日本を代表する俳優の一人となったそうです。またラストサムライ主演のトム・クルーズさんは様々なインタビューなどで真田広之さんが親身に殺陣や日本語を教えてくれたというエピソードを語っているようです。真田広之さんがアメリカに渡って20年以上が経ちましたが、トム・クルーズさん以外にもこれまでにジャッキー・チェンさんやキアヌ・リーブスさんなどそうそうたるスターたちと肩を並べて俳優として活躍しているのです。キアヌ・リーブスさんに至っては真田広之さんを師匠と呼んで絶賛していました。またあのブラッド・ピットさんも真田広之さんについてこう語りました。その人が入ってくると場が静まるような人、尊敬できる人、そしてこの映画の心臓部とまで言わせたのです。映画の本場でもあるハリウッドで真田広之さんがこんなに活躍しているとは、同じ日本人としても嬉しい限りです。アメリカの映画界のギャラは日本とは比べ物にならないくらい高額なので、年に2、3本出演している真田広之さんは数億円の年収になるのではないかと言われています。日本のテレビ界や映画界ではあまり見かけなくなった真田広之さんですが、アメリカ・ハリウッドで着実にキャリアを積み上げていたようです。年齢を重ねていき、さらに渋さを増している真田広之さん、これからも映画の本場ハリウッドでの活躍を日本からお祈りしています。今日も最後までご視聴ありがとうございました。コメントを残していただけると嬉しいです。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いいたします。それではまた。